はじめまして、クリアです。皆さんと一緒に冒険するのとっても楽しみにしてます。こちらをどうぞ、お兄さん。そうだ、新しい1年ってみんなはどうなると思いますか？主様のことですから、これまでのようにたくさんの人々を助けられるのではないでしょうか。まあそうなるでしょうね。そこがあんたらしいとこではあるんだけど前の1年もいろいろなところへ行き、いろいろな冒険をしてまいりましたね。そうですね、本当にいろんなところに行きましたね。キャラちゃんはどんなところに行ってみたいですか？そうね、具体的には思いつかないけど、いい加減アストライア大陸やフェルピス島も飽きたわよね。あの辺にはもう私たちに勝てる魔物なんていないんじゃない？おお、さすがキャル様、すごい自信でございます。確かに今の私たちならば様々な魔物の素材を手に入れられるでしょう。いいですね、魔物食材取り放題。ジュルリー、食材じゃなくて素材よ、素材。あんたたちってばすぐに魔物料理の話になるんだから。主様はどのような場所に行かれたいですか？さすが主様、好奇心旺盛でございますね。へえ、面白いじゃない。歯ごたえがある場所に行きたいわね。行ったことのない場所、いいですね。美食殿の次の冒険の行き先にぴったりです。はい、新しい場所に新しい仲間たちがきっといるはずです。まだ見ぬ美味しい食事を皆でいただくため、歩みを止めるわけにはまいりません。いいこと言うじゃない、コロスケ。まだ見ぬ大地、まだ見ぬ魔物、チュルリ。新たな魔物食材、楽しみでございますね。やっぱり魔物料理じゃないのよ。あんたたちってばいっつもそうね。でもしょうがないから付き合ってあげるわよ。やっぱりキャルちゃんは優しいですね。ありがとうございます。で、別に新しい食材は魔物じゃなくてもいいはずよね。ちゃんとした食材も探すのよ、わかってる？はい、できるだけ探すようにいたします。できる限りですね。ちゃんとした食材が見つかりますように。で、そんな先の話よりも目の前の話よ。そうでございました。明日のことについて主様にお伝えしておかなくてはなりませんね。はい、明日の5周年の記念日当日はみんなでパーティーをしちゃいますよ。準備はバッチリですから、楽しみにしててくださいね。魔物以外の食材を集めるのに苦労したんだからね、ほんと。それと明日は特別な贈り物がございますので、楽しみにしていてくださいませ。すっごくいいものだから期待してなさい。私たちみんなで待ってますから、絶対に来てくださいね。